さあ、はい、俺別れちゃったんだよ。別れた？別れた。え、なんでですか？まあ配信したいって言ったから俺が。あ、はい。うん。あれ、彼氏いるんだっけ？僕、今いてないです。いてない？はい。パルパル。パルパル彼氏？彼氏いてたらパルパルのとこ行ってないです。ああ。これ別れたんだけど。はい。どう思う俺のこと。会って実際さっき。いや優しかったし、なんか頼りになるなと思いましたけど。付き合いたい。急転校すぎて。付き合いたい。付き合ってくれるんやったら、はい。付き合ってくれるんだったら、はい。ちょっとキープでいい。あ、はい。ごめんね。はい。あ、ありがとうございます。イベントに。じゃあキープで。選ばしてよ。選ばしてよ。いっぱい出ちゃって。あ、ちょっとパニックって言ってる。うん。パルパル最低じゃねえ。キープだ。やめて。なんで？キープ。キープさせてよ。選びたいんだよ。ん？みかんさんコメント待ってる。みかんママいんの？オーディションしたい。僕と付き合いたい女の子オーディション。あ、ウイタに悪いですよ、だって。誰かいる？付き合いたいって女の子。俺と付き合いたいって女の子いる？こういう時いないんだよね。まあ、別れてすぐはさ、手あげにくいよね、やっぱり。本当は別れてないんじゃないかとか言う思うんでしょ、やっぱり。別れてるからね、マジで。モテたんだけどな、ルイタンと付き合う前。ダメか、やっぱり。まあ、ゲイしか来ないもん。ダメか。もう興味ないか、俺なんかも。ダメか。オワコンか。モテたんだけどなぁ。ほんで、ウイタンにしたのよな、一番可愛かったから。プリンママなんか、多分北新地で働いてたじゃん。多分、業務が悪化して、多分、グワッチもやってないんだよ、多分ヘルス行っちゃってね。多分飲み屋街でやったんだけど、このコロナの不景気でヘルス行っちゃってる。多分忙しくて見てない。あ、ウイタン可愛すぎて自信がない。やっぱりな。私付き合いたいけどウイタンよりブスだから手あげにくいか、やっぱり。これがあるんだよな。可愛い子と付き合う女の子が比べられちゃうでしょ、どうしても。だ、これなんだよ。だからダメなんだよ。モテないよ、もう。もうモテないじゃん、俺もう。ああ、もう終わったな、マジで。誰かいないかな、これ。ちょっと誰もねえじゃん。何が大丈夫なの？アイコなんか付き合いたくないじゃん、だろ。時代が終わったら、マジで浦島太郎状態するの、マジで。配信しなすぎて。あ、関東でね、行きたいのよ。マジで。関東戻っていい？関東行きたい、俺。
俺マジで、俺マジで今ね、車屋ラーメン行きたい。関東のあのラーメンショップと青木亭とこっちにないあのチェーン店あんのよ。めちゃくちゃ食いたい。あの山岡屋とかないのよ、こっち。こっから一番近い山岡屋明石だから2時間かかる。マジでうまいよね、ラーメンショップ。マジで関東行きたい、戻りたい。うん、車屋ラーメン行きたい。うん、マジで埼玉が一番いいんじゃない。やっぱり大阪ね、ラーメンうまくないんだよ全然。関東戻りたいよ、ね、山岡うまいから。うん、関西の女気強い。確かに確かに。いや、一作なんかまずいやんな。何がうまいの。もう埼玉帰るか。うん、味噌ラーメン食いたいですね、とりあえず。帰るっても家がないけどね。実家はできんだしよ。丸亀製麺食ったけどめちゃくちゃまずかったね、この前食ったけど。山田うどんね、全然そっちの方がうまいと思う。丸亀うまくないよ。車ラーメン食いたい。ラーメンか月も探して行ったんですよ。そしたらこっちにあるラーメンか月、変ななんとかブラックとか変な店の名前ついてて、あのげんこつラーメン売ってないのよ。変なラーメンしか売ってないの。あるんだけど大阪に1個だけね。探したのよ、めちゃくちゃ食いたくなって。ないんだよラーメンか月。変な、なんとかブラックとか言って、くだらねえなんかメニューしかない。か月めちゃくちゃ食いたくなる、大阪にいると。関東の人がね、これ関東の人じゃないと分かんないよ。これめちゃくちゃ美味しいよ、あのラーメンショップとかが。めちゃくちゃ帰りたくなる。うん、ネギ味噌マジうまいよね。あ、分かれた。台本じゃねえよ、帰れよお前。台本でやんないからお前。ゼロワンリスナーさん、ボンクラさん、ブロックするよお前。ラーショのネギラーメンマジうまいっすね。帰りたくなってきたマジで。もうちょっと車あるから帰っていい今から。俺このまま多分大阪にいたらまたウイタンとなんか電話しちゃって戻りそうだから、このまま行っちゃった方がいいんじゃないのこれ。関東に戻っちゃいそうだもん、大阪行ったら。なんか電話しそうだもんね。これ断ち切りたいよ、これ。せっかくこれね、別れよってね言われたし、配信好きに毎日やりなって言われたし。うん、埼玉行くかも、これ。うん、何時間かかるの。8時間かかるか。あ、関東戻ってください、ドンチキ徳永さんです。あー、ありがとうございます。いいですか、関東戻って。うん、いや、復元はないですね。あ、いや、振り回してごめんなさい、マジで。3ヶ月間休んじゃったよ、これ。配信、やばくない？毎日配信してたのに。あ、善一くん連れて帰って。あ、家泊まってるよ、ドンチキ。誰、女の子集まって。誰、関東の人これ。ちょっと見るよ、女の子これ。あ、男の人だ。あれ、この人誰だ。泊まっていいんですか、家に。
や、復元してないです、大丈夫です。